くるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。何すんの、モモちゃんち行く。もうすっきゃな、罰ゲームをよ。塩味正解です。おお、焼き鳥正解です。マジ、うわー正解。軽くひねってあげましょう。じゃあ最後、最後チョモちゃん、okay. 最後です。あれ、これどっちや。やば、カレーで、チキンカレーということ、はい、不正解です。答えは明太味でした。あれ、チョモちゃん明太味は食べたことあるっておっしゃってましたけど、これ嘘。明太味、今の明太味、はい、明太味です。はい、ということでチョモララテ、5問中4問正解、これかなり高得点ですよ。俺は全問正解しないといけない。全問正解するって。チョモちゃんは負けたら、うん、1週間明太子生活になります。やばいな。そういうことか。そうです。じゃあ高校入れ狂うし、はい、行かせていただきます。これは勝たないとな。料理が好きと豪語してる俺なんで、全問当てていきたいと思います。行こうかな、ほんならな。まずは、行きます。はい、あー、焼き鳥。あ、いや。正解。よし。なるほど。相当優れた舌を持ってるな。2回戦。はい。いきたいと思いますね。はい。次は、こいつで勝負したいと思います。いきます。はい。はやーん。おー。おい。いきます。はい。牛タン味。神の舌を持ちながら。うまいな、牛タンだな、美味しい。どんどんいきましょうか、はい、パンパン当てられてるからな。パンパン行こうと思いますね。じゃあ OK、 はい、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 たこ焼き味、えらい。いやあ、これはわかるわ。いや、わかるよね、うん、いや、わかるねんよ。じゃあ、はい、4問目か。お、これを当てたらもうドローや、とりあえずは。お、4問目はこちらで行こうと思います。オッケー。 おいよー。これ、絶対あるわ。絶対ある。ちょっと分かんねえかも。神の舌。これ、あと残ってるやつって、まあ、そういう考え方もあるよね、消去法でね。残ってんのは、明太味、エビマヨ味、チキンカレー味、これかなっていうやつが残ってたんで、それにします。はい、エビマヨ味。はい、正解。あー、よかった。これちょっと危なかったぜ。これ俺、これいっちゃうまかったけどな。マヨネーズ強ない。あー、危ねえ。これちょっと分かんなかった俺。さあ、はい、ということで最終問題ですね。はい、いきたいと思います。はい、ファイナルは、これで。行きましょうね。よし。どっちがいいかな。難しいな。じゃあこれで行こうと思います。はい。以上。立たせていただきます。チキンカレー味。
エビマヨは危なかった。ちなみに最終問題の正解はカレー味に明太味を振りかけたやつでした。俺負けてる。最悪も入れたことないのに。なるほどね。カレー味に明太こう、わかるかい。はい、じゃあ、どういうこと。負けや負け、俺負けや。あ、マジですか。明太子生活や。やったら逆にしようかな思ってんけど、いや、俺はこっちやな。こっちの粉一発つけて、だからこれ、ここにコメント入ってるし。うまいもん、うまいじゃん。うまいね、うん、なんかずっと変わんないし、うん、ずっと10円だし、うん、今回は、うまい棒食べ比べした対決したんですけれども、一応ちょもちゃんの負けということで、1週間ですね、はい、ちょもちゃんが、めちゃくちゃ愛する動画を、はい、日記を上げ続けたいと思います。結構大変だと思うんで、マジで無理せず、あの本当にハードル上げないでください。罰ゲームの方はツイッターの、交換日記へ上げてた、ツイッターのアカウントの方で、1週間上がりますんで、はい、ぜひ皆さんそちらの方もフォロー、よろしくお願いいたします。今回はクリチョモ動画、うまい棒で、利きうまい棒対決してみたでした。ありがとうございます。俺も最後分かんなかったから、交換でカレーと明太子、そう一週間。いや、俺ルール無視してるからね、これ。ここにあった粉いっぱいこれつけて。